踊り子たちにとっては結構長いおよそ500メートルの愛宕共演場です。踊り子たちを迎える準備が進んでます。よさこい祭りの愛宕共演場を運営する高知市の愛宕商店街振興組合では、昨日事務所にスタッフやボランティア合わせて17人が集まり、花メダル作りを行いました。祭りでは毎年各会場でバラエティに富んだメダルが用意されていて、当日審査員から踊り子に贈られます。愛宕共演場では地区共演場のメダルを真ん中に配置し、周りに黄色のビニール製の花飾りをつけた特製の花メダルを手掛けていて、集まったメンバーが手際よく仕上げていました。今年は物価高騰などの影響で去年よりも150個少ない400個を作ります。これが誰かにかかって喜んでもらえたら嬉しいなって思って作ってます。やっぱ共演場がなかったら、その踊り子さんとかよそこいが開催されないんで、やっぱりみんなでこう支え合っていくような場所なのかなっていう。もう愛宕共演場はですね、本当に地域の方、そしてもう日本中からスタッフが来てですね、もう一生懸命盛り上げてますんで、みんな全国から来る踊り子さんを僕らも全力でお迎えできるように準備進めております。よさこい祭りに向けて愛宕共演場では花メダルの制作のほか、観覧に訪れた人などの体調不良時に備えてスタッフが救命講習を受講するということです。